はい。そしたらですね、次、次の試合がですね、先行卓式高校グリーズマン。はい、上がってきてください。お願いします。はい。お疲れ様です。はい。お疲れ様です。ごめんなさいね、前さん。はい。お疲れ様です。はい。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。はい。お疲れ様です。それではですね、先ほどのビートをもう一度投げしていきますね。延長になりましたので、ビートもう一回、いきます。ビートこちらです。当たり前から番組しなきゃいけないんだな。はい。Yeah. はい、それではいきます、先行卓式高校グリーズマン DJ プリンザ B、yeah. 正面加工の表参道見えてない参道イエスマンノーマンも全部参道するアスト間の感情喜怒哀楽気合い抜いた道楽にヨーナスブラックリスク薬かき抜きも全部小覚悟バッコン見えてこないラップならチェキラットでもしとけよいや、お前がブラックリスト、フラスク一方だったら全然まずは興味ないって言うちまうような程度。これは不安と恐怖、ブラックホールまで叩き落とすようなフリースタイルでお前はまずよ。のたうし死んでるような感覚。つまりはそうだな、俺はそう、他でもないぜ。で、俺はタイガー SP、ただいまだからお帰りで帰って、そのスタイルで相手に行くぞって。いや、知らんがな、お前が誰とか。俺もネームバリューで売ってないわだけどこれ売名しなきゃいけねえネーム舐められる覚悟だぜこっちこら舐めて味覚を磨く美学だなお前はただカスだなスカスと見えるスカスなら頼めばスカスアンマータクスだな博識って有名人なのにその程度のフリースタイルなんすかってまるで裏つも抜かすような感覚のフリースタイル裏つも抜かすのはプラスなクラスタイルで空気感染四重張って自分勝手なフリースタイルでお前はかませるような感覚だったらまずそこら辺でのタウチンでワッツマン程度のフリースタイルだったらまず性能感じねえよそれだけの話発祥説2本割っちまったぜイエーはい、終了。それでは、判定の方行きたいと思います。先行ハイが卓式、後攻いいえがグリーズマン。先行ハイが卓式、後攻いいえがグリーズマンでお願いします。先行ハイ卓式、後攻いいえグリーズマンですね。あ、いやいや、サークくんね、飛ばしました。あと、うすうすくんですね。あ、ジオ君じゃあ次上がりましょう。ちょっと待ってくださいね。この試合が終わったらで。57-43で、まずは先行卓式1本ですね。それでは、ジャッジの方お願いします。レディー、ジャッジ。先行。あ、はい、負けた。それでは先行で、勝者卓式です。はい、大河君もありがとうございました。ありがとうございました。おめでとうございます。ありがとうございます。おかえりなさいませ。多分昔からいた。ごめんなさい。失礼します。